はい、今日はこちらの希望の朝ですね。こちら5年生の書き初めのお手本ですけれども、こちらをねちょっと解説していきたいと思います。まあ、こうやってこのお手本にもこういうふうに外形が取ってありますよね。ちょっと上の方ひし形のような感じなんですが、まあ、ここが一番長くなるようにっていうところです。この余白を見てくださいね。こういうところね、紙の大きさがここの部分、あの両端がねここですけれども、上と下はやっぱりちょっと開けるような感じにできればねしたいんですよ。で横がこのくらい開くっていうところ、一番長いところがこの部分ですよね。で、まずこの目のようなここの部分、こう左上からこういう風に入れて小さく横へ行きますけど、このままここに来るんだよっていうところのこの動き、こうですね。まあこれちょっとまっすぐに見えるんですけど、どちらかというとこうしたらこういう感じのイメージです。こうあんまり強くないんですよね、ここがね。そうだからここまでやらないにしても、こうしてこっちになんないようにしましょうねっていう感じです。こっちからのこういうふうにふわっとしてるような線質の方がいいってことですね。ちょっと隣にそこ行ってみましょう。こう入れたら横に引くようにこういうふうに小さく横へ横へってこういう感じです。こういうふうに来ますね。真ん中はまあこういうこのぐらいです。こうここからこういうふうに来ます。骨組みとしてはまあこんな感じなんですけど、これにこうちょっとこう少しこういう感じで、さあで1,2で3画目このあたりから入りますね。ちょうどここにぶつけるような感じで、ここからこういうふうに、あこれ書き順結構間違いやすいですけど、1,2,3縦ですね。縦からこうに、本来はここからここ見てもらうとこう入れてこう来て、このままここに来るんですよ。でこう入ってこうで、その時のこの横の棒長いんですけど、まあ上がり調子ですよね。上がり調子で、ただあまり反ってない、本来はギューってやりたくなるんですよ。こう結構こう反りたくなるんですけど、結構柔らかい感じで来てるので、あんまりやりすぎなくていいです。こういう風にちょっと上がり調子な感じ、こういう、ただ直線に近いなっていうぐらい。まずここの3画目はこういう風に来ますよね。ここからこういう風にこちらにこう左上から入って、こういうイメージです。少しこう反ってるかなっていうぐらいにして持ってくるといいと思います。で中心線はこういう風にあるんですよ。今ね中心がどこ通ってるかっていうと、だから1画目はこの中心より少し右あたりを狙ってこう入ってきて、こうで3画目もここもほら中心線これ乗っかってますよね。乗っかるようにしてこうでこう来ますね。もうそれを分かっておくといいですね。そうここに乗っかってくるのはこの三角目、1,2,3,4でしょ。で五角目はじゃあどう、これ見ていきましょう。こうやってぶつけてます。ここに入ってますね、このね基質がここにこう入ってて、これちょっとこう細くなってるように見えますね。で横こうまっすぐ、もう ほとんどまっすぐですけど、これへこまないようにしてください。スッとこう横に、あの上り調子、こう上がり調子な感じでこう持ってきて、ここで置きます。しっかり止まって、ただこういうところであまりあの筆を潰さない、寝かさないというかな、頬をこれ立てるのを忘れないようにしてください。でキュッて少し内側にこう持ってくるような感じですね。でこことここ同じぐらい狙ってくるんですけど、優しく小さくでいいので跳ねます。こう大きく跳ねないように、どうせここでぶつかってしまいますので、はい。で縦のここはしっかりめに置きます。でまあこういう風になってる場合、これですね、ちょうどこの目みたいにこれ書いてあるここの部分に真ん中合うようなイメージで持っていきますね。そうすると必然的にこの中心線、取った中心線よりやや左じゃない、右にちょっとずれてるかなっていうぐらいです。
ね、一画目はここちょっとこういう風にちょうど目の真ん中なのでね、1234、こういう感じですね。こういう風にここに埋もれてるような感じでこう持ってきて、そこからこうスッとこういう感じですね。でここで置きますね。置いといてこう横にこう跳ねるような、こんな感じ、小さくていいです。で跳ねる時もちょっと一瞬キュッてこう入ってあげると、ここがね、この動きが取りやすいですよ。こうしてキュッてちょっとだけ来て横へ跳ねるようなイメージです。こっち横にね、上に行くとここが狭くなってしまうので、ここの角度がちゃんとこうやって残るように、こうちょっと直角に近いんですよ。かなりもう ほとんど直角ですよね。これね、横に横にって小さく跳ねてあげてあげる。跳ねっていうのはね、よいしょっていっぱいこう頑張って跳ねるっていうよりは、あちらへ行きたいよっていうぐらいの感じで、控えめな感じでいいです。でここからこの辺り、実際にはこの中心線には、乗ってるように見えますが、中心ど真ん中じゃないってことですよね。こう置いてこのまま太くこう持ってきて、こんな感じです。縦のね、こういう払うところ長すぎないようにいい感じでキュッと切ってください。でいきます。まず一画目はこう入って筆をね立てます。こうしといてこういう感じです。少しこっち膨らんでる方がいいかなと思いますけど、あんまりこの膨らみは強くないので、そこだけ気をつけましょう。こうしてこっちにならないでくださいっていうことです。これだと違いますよ、こっちの方がいいですってことですね。でそこからここにこういう風に入れていきます。ちょうどこの辺り、中心線はどこ通ってるかっていうと、この辺、こういう感じでこうやって通ってます。こういう風にぶつけてきてこうです。これさーっと来て横に行くような、この辺ちょっとこう横なんですよ。下にこれもこういう風に行き過ぎないようにしましょう。これ下に行ってしまうと字がね、こっちにこう逃げたくなるんですよ。ちょっとこういう風に傾いちゃうので、これ左に行くように、左左ってこれ持ってきて、次はこういうラインで持っていきたいんです。こう開く感じ、一番長いのがここ来ますね。 1,2,3,4 画目が一番長いんですよ。こっからこうに来てこういう風に持ってきます。ちょっと出てもいいぐらいですね、こんな感じ。こう持ってくるでしょ。そしたら次はこんな感じです。ここね、ぶつかっていいのってちょっと思ったりすると思うんですよ。でもこれはぶつかっていいです。で横はここに、これもこう中に 入り込んでますね。これね、入り込んでいいです。入って横スッと持ってきて、ここしっかりと、あんまり下がってないんだった、ちょっと下がってないので、こういう風に上にこうなんか来るようなイメージですね。このこういうライン、こういうで肩が落ちすぎるとこういう風になるんですよ。これね、こういうラインではないなっていうのがちょっと見てわかりますね。ここだからまあこれも別に悪くないんですけど、今こっちがこうなってるのでこうにしました。ここね、それから最後のこの角は太いんです。太くしたいんですよ。こう太いでしょ。でただね、ここね狭いからしっかり位置をね見ないといけない。これあんまりこう右にギュッてやりすぎると今度こっちぶつかっちゃうし、だからその辺をよく見てこの辺かなってギュッてやって、しっかりこれこう全体がベチョってならないように立てます。しっかり立ててください。ここね、慎重にゆっくりでいいです。こう持ってきて軽く抜いていくような、ゆっくりゆっくりでいいですよ。こんな感じでいいです。続きまして棒ですね。こちらはこれちょっと難しいですよね。
この外形取ってあるこれを見ると上の部分が大きくて下がちょっとキュッと締まってるようなイメージです。ただ上が大きいっていうのは横の幅がね、横の幅が大きいっていうこと、ここ、でここのほら開き具合がこうやって違ってきますね。だからちょっとこういう感じになってるかな、キュキュッとこうウエストが締まってるような感じ。それからここのこういう比率を見てみるとほとんど一緒ぐらい、こうね厚みとしては一緒ぐらいだから、この厚みがちょっとでもこうやってあの上が小さくなると、横幅もそうですけどこの縦の幅ね、高さも見といてください。同じぐらいの高さで2つは持ってきてますよね。なので全体としてはそこを気をつけること。それからまず一画目いきます。こう入って必ずこちらからで下に行きます。でこれこう斜めに上がっていきたいので二画目の頭はちょっと下からこう入るように、こう上に入ってしまうとまっすぐなこういう感じになっちゃいますよね。ここどうしてもまっすぐに引きたくないので下げてからこう上がる。でここはまあこれと同じか、いやいやちょっと短いですよね、ここね、ここより出ないようにすること。はい、で次この月がね多分ねちょっと書きにくいというか馴染みにくいのかもしれないですね。こう来て、これよく見るとぴったりくっついてないんですよ。こういう気質に対してこのラインで持ってきてるので、なんかぴったりこううまくカチャンってはまったよっていう感じじゃないので、その部分とあとここねこうふわっとしたらあまり肩を落とさずに置いてしまう、ギュッとこう置いてこのラインで置く、下げすぎない、これ結構こうギュッてやっちゃうとなんか雰囲気が変わっちゃうので、この置きの感じがこうではなくて こっちの角度で置くことで、置いたらそこからこれねこういうラインが見えるんですよ。ここもちょっと見てください。これの動き筆のところでねよくやりましょう。そこまではちょっとここに書いてみようかな。まずこの辺狙って結構近めですね。でこっちを出すようなイメージにしたらいいですよ。こっちを長く取りたい、いつも真ん中じゃないですよねこういうのね。左しっかり出してあげてこっちあまり出さなくていいよっていうぐらいに思っておいて、この辺でこう持ってきます。でこここういう風に持ってきたら、まあ、この付け方とはね後でやったらいいです。ここあんま落としすぎず、しっかり置くは置くんですがこのくらいがいいかな。こう置いてこういうライン、今ちょっと大げさに分かりやすくやってます。ちょっとこんな感じの動きですよねこれね。そうで少し下がり気味のこういう感じ、まあ、これに太さがついてきますからね。こういう風に来て、まあ、こんな感じ、これも横にこうやって跳ねてますね。そうこういう風になってるなって、結構太いまんまこう来てますね。そうで、これのこういう風にこの辺に入ってくるようなイメージにしたいです。これキュッとくっつけてこの上の部分と下の部分がこう離れすぎないように怖がらずください。結構逃げ腰になっちゃうとねばらけちゃうんですよ。でなるべくこれはキュッと上がる方がいいでしょうね。キュッと短くこういうどちらかというと反るぐらい、そんなに反りは強く見えないですけどふわっとしてるわけじゃないですよね。っていうことはこれはギュッと短く反ってます。ギュッてこういう感じね。でこういう縦の線っていうのは太いですね。でここ結構短いんですよ、ここの部分って短いので、付け根を出すというよりは、まあ、まあ結構しっかりめにこう入ってますね、奥までね、奥までギュッと入れといて早めにこちらを短めに切ります。なんて言ったってここは1対1ぐらいの感じになってますよね。それにここをこういう風にして最後の線っていうのはどうなってるかっていうと、全部こう上がり調子は上がり調子なんですけど、先ほどのこういう風にちょっと反り気味な線に対して真ん中がまあまっすぐな線ですよね。でこれどちらかというと少しこういう風にしなってるじゃないですか、こっち側に。
しなる、少ししなるっていうことは、あのここの縦の線が長いとここ出ちゃうんですよ、しなるからね。なんかその辺もちょっと計算に入れておくような感じにしたいので、まずまあこれがこういう風にね、まっすぐに近い感じですけどこういう風にきますね。でこのぐらい、あのそうですね、こんな感じになってる状態だといいかな。最後のここを書く前の段階としたらこういう状態、ここの幅ね、ここの幅ね、こういう感じになってると最後がこういう風に持っていきやすい、こういう感じで、そうこんな感じ。そうで、意外と最後のこういうとこの線っていうのは長くやりたくなるんですけど、これのね、ほらこういう風になってるねっていう、これの外見見てみるとここ結構空いてるんですよ。あまりね、あのこれよりも出てこないように、これが一番あの外側に出ていきたい線ですので、こういう斜めのラインが作れるようにしましょう。ここがねこうですね。そうで、こちら側もね、本当はこういうことです。ちょっとこれだから長いですね、少しね。これ本当は月がもうちょっと出てあげればいいかな。そう、その感じでこうこの辺で切った方がいいってことかなね。こうですね。そう、上とのバランスを見ながらね、そういきましょう。まず1画目、そうですね、位置的にはそうこちらの真ん中の線に対して離れ具合はこのぐらいね、離れといて、でこちらをちょっと下から来てこう上がっていくような感じです。まあ、こんな感じ、ちょっとここあんま出ない方がいいですけど、このぐらいにしといて、左のこの長さと右の長さはこのぐらいの差をつけます。でこの字の中で一番ここ出っ張る左側のね、出がこう一番大きいところ、こういう風になってて、あの広がりがあるところなので、このぐらいここをしっかり左に出すんだよっていうところをね見ましょう。でこういう風に当ててこうきますね。で次は月という字はここからこういう風にこんな感じで持ってくればいいですよ。ここも下げすぎずこんな感じ、こういう風に持ってきてこういうラインですね、こんな感じなんですよ。ここ難しいですね。はい、こっちに書いてみましょう。ちょっと筆がねちょっとたまにぶつかるんですよ、ごめんなさいね。こうしといてあまり下げないっていうのはこういう感じです。大きな角度は結構平らに近いかな。良くない例、やりすぎな例はこうやって肩を落としすぎるとこの落ちのこの角度がねこうやってなってると、ちょっと印象違いますよね。そっくりに描こうと思うならこれはこっちのラインなのでこうにしといて、あまり下げすぎないこの角度で、もう分かんなかったら一回ちょっと離して練習してみるのもいいかもしれない。筆を離すと自分がどういうあの角度で置いてるのかっていうのが分かるので、ちょっとね先に練習でそういう風にやるといいです。でそこからこうちょっと下に下がってくるようなイメージです。下の部分ね、ここのキュッとちょっと反り上がるようなイメージ、こうしてこういう風に持ってくるといいんじゃないかな。で真ん中の線はこう結構しっかりめに入ってます。で短めにしておくこと、今ちょっと細くなりすぎちゃったかなと思うんで、押さえつけはあんまり良くないんですけど結構太めな感じですね。でこれ下をギュってあんま頑張ってないんです。こういうライン結構こんな感じなのでこのくらいでいいかな。このね3本の中ではやっぱり一番長いんですよ。だけど全体で見た時にここの出よりも出っ張りたくないって感じなので、あのこういうぐらいがいいでしょうね。ここの縦の線はあの太いです。ここね気をつけてください、はい、のですね、のはのはね、他の手本では結構こことここ同じぐらい開けましょうねっていうものもあるんですよ。だからそのお手本に忠実にね、ほんとやりましょうね。
これの場合はこれよく見るとこっちの方がちょっと大きくなってるんですね。そう、この大きさを決めるのって結構ここからここに行く角度とか長さで決まってくるので、そう、ここが短ければやっぱりここの面積は小さくなりますね。そうで、この辺に切り返しがちょっとこの辺細くなってるようなイメージじゃないですか。だからまずこういう風に筆をやっぱりこっち側からこう入れるんですよ。こう入れといて、でここまでキュッときて止めますよね。で、まとか書いた時のこういうところの、あ、まじゃない、なを書いた時かな、ちょっとこういうところのね、この俺とちょっと似てます。こっからのこういう風に行く時にこの止まり具合が、あの筆の向きが違ってしまうと間違ってしまうので、こことかこことかちょっと注意するところなんですけど、そのあたりはあの筆のね、動きをやってるところでちょっとよく見てみてください。それから結構曲線の部分っていうのはすごくゆっくりなんですよ。で、意外となんかこう払いだからって言ってこういうとこはしっかり止まれるのにすごいスピードにグワンっていったりするんですけど、それってあんまないです。曲線の部分っていうのはほとんどゆっくりゆっくり動くようなイメージで、でまたこういうところのここ細いですけどこの辺太いですよね。ということはちょっとゆっくりめ、この辺すごくゆっくりしてあげて、最後の払いの部分のこの辺だけをちょっとスピード上げるようなイメージでいいと思います。だからもう基本的にはゆっくりって感じですね。ですね。まずは中心線から入るんですけど、こうになってるところの真ん中打ち込みはこういうラインで持ってきますね。こう持ってきてこちらへ。でね、下のラインを揃えたいんですよ。ここね。ってことはこういう風になればいいので、そこを狙ってきます。こう置いたらこうですよね。こう来たらちょっとこちら横になんとなくこういうラインにこう持ってきて、でこう出発、ゆっくりゆっくり来といて、こういう感じでなんとなくここがちょっとこっち長くなっちゃったけど揃うぐらいに持ってきましょう。もう一回ちょっと書いてみようかな。そう、脳を書くときってやっぱりこう左手ちゃんと押さえてあげたりしないと紙が、ね、くっついてきちゃうことが多いんですよ。だからちょっとこうなんか持ってたりするとすごくやりにくいですが、そのあたりね、ちょっともう一回こうしてこう横にしてこう来て回ってこんな感じです。最後が朝ですね。こちらは、真ん中にこう線があるとしたらここキュッとこう来てますから、ちょっと反り上がるかな、短くて反って太いっていう特徴で、それから頭これしっかり出てますよね。これとこれ比べてみるとここ頭の方がしっかり出てるぐらいですね。でだいたいこことここと、まあ、ここもかな、同じぐらいに開けてあるようなイメージ。1,2、そしてこの1画目よりもここ少し左に出てるかな、同じぐらいかなっていうぐらい でこっちが一番左側に出てます。この子が一番出るところなので、まあ、緩やかですけどこういうラインがちょっと見えるかなって感じです。で、あんまり差がないようには見えますけど、こちらの長さとこちらの長さは違いますので辺ですからね。これ全部がこう横の線は全部こうやって上がってますね。上がっていてなおかつこちらに出ていかないようにする、なんならちょっと控えめにこういうところねしてるぐらいです。こう折れの部分で少し大きくで出やすくなるので、そこも注意しましょう。あと高さに注意です。ここがこう空いてますよね。同じに揃えないこと。こちら書くときに第1画目のあたりちょうど揃ってますね。ここ。それから月を書くときはこうまっすぐ降りてきてこちらに曲がるような感じにしたいんですね。なのでここがこう内側にペコンって入ってこないように、ここね真ん中を広く取ってますね。それからこう払った時にここを開けておくようにしましょう。こちらの右側のこちらが少し重くなるようにしたいので、この左の部分少しだけ早めに左へこう行ってあげて、こうですね。でここを開けて大体同じように開けます。で下の方が広くなるようにここね開けましょう。
ここの部分ちょっと難しいと思うんですよ。これちょっと筆の動きでよく見ましょう。それからここを書く時の角度なんですけど、このくらいかな、あまり肩を落としすぎないようにっていうところも注意してください。あとはちょっと反ってるのがここに見えると思うんですね。この辺ね、この反りをぎゅーっと反ってきて、ちょっと内側に入ってください。ここ内側に入るのを忘れないようにして、これを入ってあげるとこの羽が綺麗にできますので、そこですね。はい、じゃちょっとこちらに書いてみましょう。これが真ん中の線、そしてこういう感じで、ここがね、頭しっかり出してください。頭出しといて、こうで、このぐらいのイメージです。横でここをこうしっかり置いてあげて、キュッ、トントンってこうきますよね。でここ火なので、ここ縦が少し出るぐらいで、イメージ的には、まあ、あんまり出ると邪魔になるのでそんな出なくていいんですけど、ここ見てもらうとちょっとだけ出てますよね。だからこれ逆に火のこっちの横がこっち飛び出すことがないようにしてほしいです。でここが一番こうに出てきたいところなので、ちょっとこう全部のここよりもこちらが一番出ていくように、こういうラインですね。こうで、ここからは出ないようにしたいです。なるべくここと揃えるようなイメージで、でこう付け根はこういう感じでつけてください。ここ開けるようにして、このぐらい、こんな感じですね。ここ先ほど言ったこの一画目に合うぐらいの高さ、この辺からこう入れて、まっすぐ下ろしてきて、この辺でカーブ、気持ち的にはここにちょっと空きができるようにねってさっき言いましたね。こういうラインでこうきます。だからあんまり頑張ってすごい角度がついてるわけじゃないってことです。まっすぐまっすぐでぶつからないように優しく見ながら、こうスッとね行ってください。でここは、こういう感じでこうになってるので、そこに縦よりもまあ少し気持ち細めでもいいですね。ただここもへこまないでください。キュッてへこむとここが取りにくくなっちゃうので、空間はしっかり残したいので、こうへこむぐらいなら膨らんだ方がいいですけど、これはちょっとまっすぐに見えるので、こうまっすぐにしといて、ここにしっかりと置きをこうね作ります。でこの左、この縦っていうのは結構太いんですよ。太く持ってくる線で、右はもうちょっと太くてもいいぐらいです。ここをしっかり置いといて、結構ギュッと反ってくるんですね。中心はここからこう骨組みとしてはこういう風に来て、ここよりも長いってさっき言いましたよね。このぐらい、同じぐらいはまあ目指してきて、まずね、こう反ったまま目指してきて、でこの辺でキュッて内側向かせるんですよ。内側向かせといて、横にこう跳ねるようなイメージにしておくと、ここってうまくいくんですね。こうに来といて、結構お尻がこうこっちね、ギュッとこう持ってきてるような感じがしますけど、こっからのこういう感じですね。こういう感じです。うん、でちょっと位置も見ておくと、ここよりちょっとまあ上ぐらいかなっていう感じなんですけど、下いい具合に開いてくれるとね、いいかな。こここうやって開いてあげられるように、1,2ってこんな感じで持ってくればいいと思います。これにね、こう太さがついてきますので、そのあたり見てください。そうですね、こちらは、まず辺の部分ちょっとやっていきましょう。真ん中の線ここにあるとしたら、そこから出ないようにしたいですね。1画目、2画目はこういう位置関係です。少しだけこっちが長く見えるようにします。ちょっと今極端にやりすぎちゃったかなって感じするので、少し下にもう一回ね書いてみますね。もうちょっと優しいんですよ。こうしてこのくらいかな、このくらい
うん、ここに対してじゃあどの辺から入るかって言ったら少し気持ち出るかな、同じかなってぐらい、まあ、大体そういう時って同じぐらいは目指 しとけば、太さがあるのでその辺はね変わってくるんですけど、この縦がちょっとだけ出るようなイメージですね、ここね、うん、でここがこっちにこうやって出てくるような感じで、だんだんここがこういう風に、ね、なってるといいですね。でここしっかりつけて止めます。こういう風に入って、縦はね細くなりすぎないようにしたいですね。結構しっかりめに置いて、はい、しっかり立ててください。まっすぐ下ろしてきて左へ、ちょっとここ開いとく、こんな感じのラインで終わらせておきましょうね。で、あ、そう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 、これの書き出し位置は今何も言わずやっちゃったけど、だいたいこれとこれの延長線上と、もうちょい上上がってもよかったかな、このぐらいでこういう感じでね、いいです。でここからこういう風に上がるような感じ、やっぱこういう風にね、あのどんどん上がっていくようなイメージがいいです。でここで、これも置きがこんな感じの角度、こんな感じ、うん、これがねこう下がりすぎると、下がりすぎるとちょっと印象が変わるので、このくらいな感じで、次こういう風に反ってます、かなり反ってます。でこうここからの折れが少し難しい、そしてここの部分ね、横にもう一度書いておきますね。ここから書きます。スッときたらこのぐらいの角度で置きますよね。置いたらここで頬を立てます。しっかり立てて、これべちょって寝た状態だとどうしてもダメ、できないんですよ。こういう風に立ててこう持ってくるんです。こうここからこういうラインです。キューってキューって、でちょっと今割れちゃったけど、なんとなくこういう風にね、すごく反ってるような感じ、こうです。キューって、でキュッてこっちに向かせると次跳ねやすいんですよ。これキュッてやらないで跳ねるとどうなるかって言ったら、こっからこれがなんかねボサボサってこうになりやすいんですけど、こうしてこう立てたらこのままこうです。こっち向かせると頬がね跳ねやすい、こうなりますね。そう、これができたら、ここにね次行きますけど、ここにだいたいこう同じように空きがあるといいんですね。その見極めとしてはさっきも言いましたね、これだいたい同じぐらいかちょっと上かなぐらいなんですけど、これ同じぐらいでちょうどいいですね。こうです。スッと、あ、内側にこう入れ込んでいいですね、入ってますね、うん。でここの部分はしっかり結構入ってるんですが、留めの部分はこうやってちゃんと留めたところが見えるような感じで終わらせましょう。